金棒のキャンペーンガールとして80年代に一気にブレイクした女優の松原千明さん。先日移住先のハワイでの訃報が流れ、驚きと悲しみが瞬く間に広がりました。享年64歳。その突然の訃報と離婚の真相や晩年の闘病生活と親子関係について気になって調べてみることに。生粋の京美人の松原千明さんは、時代劇俳優の原健作さんと宝塚歌劇団の卒業生の乙女松子さんとのもとに、三男三女の末っ子として1958年2月18日に生まれました。父親の収入が不安定だったこともあって、母親はお好み焼き屋を営んで家計を支えました。父親が仮面の忍者、赤影などの悪役で活躍していた頃は、学校で妖怪の子だと言われていた松原さん。よく映画に連れて行ってもらったり、美味しいレストランに連れて行ってもらって、普段は優しかった父親はお酒を飲むと豹変。母親への DV や松原さんも怖くて、よく逃げ回っていたそうです。しかも、お金がなくなると2号さんのところまで、お金を妻に持ってこさせるような夫でも、決して別れなかった母親をずっと見て育った松原さんは、役者の女房とはこんなものかと、それが自身の夫婦関係の基準になったのだそうです。平安女学院短期大学に進学すると、留学したいと思う気持ちと母親を守りたい気持ちの狭間で心が揺れ動きますが、結局卒業後は信用金庫に就職した松原さん。しかし留学の夢が忘れられず、1年で信用金庫を退職。昼は母のお好み焼き千秋を手伝い、夜は英会話学校に通っていた松原さん。母の勧めで KBS 京都のアシスタントに応募すると、見事採用されたことをきっかけに一気に人生が動き始めます。1979年、21歳の時に応募した金棒レディー80に選ばれた松原さんは、その美貌が話題となり大ブレイク。翌年には結婚の式でドラマデビューして、引っ張りだこの人気者に。1988年からは探偵ナイトスクープで局長上岡龍太郎さんの初代秘書に起用されますが、社会派番組と聞いていたのにバラエティ色が濃くなったという理由で1年後に降板を申し出ています。同年、7年越しの愛を実らせて俳優の石田純一さんと結婚した松原さん。当時の石田さんは無名同然で、今で言う格差婚でしたが、トレンディードラマ抱きしめたいで一気にスターダムに駆け上がると、夫婦の生活も一変します。1990年、32歳で長女のすみれさんを出産すると、頭の中は娘でいっぱいになった松原さんは、夫の石田さんが仕事を言い訳に、いくら遊びに夢中になってスキャンダルが報じられても毒吹く風、なぜなら自分の父親でたっぷりと免疫があったから。しかしそんな妻の寛容さに乗じて、家にはもう帰らないと宣言する始末の石田さん。まるで母子家庭のようになった上に、しまいには石田さんの不倫相手の長谷川理恵さんの父親のところに、なんと石田さんと共に謝りにまで行った松原さん。それでも娘の有名私立の小学校の受験のために夫婦でいることが絶対だったため、マスコミにも役者の女房ですからと、あくまで気丈に振る舞って仮面夫婦を演じ続けたそうですが、とうとう終わりを迎えます。それは芸能史に残る石田純一さんの不倫は文化発言が、ちょうど娘のすみれさんの小学校受験の面接の前日に大きく報道されて、当然松原さんは石田さんに来ないでと伝えましたが、にもかかわらず姿を現した石田さん。面談で担当官から
例の発言を突っ込まれ、本命の私立が不合格となっただけでなく、その件で滑り止めまで落ちてしまった瞬間、プチンという松原さんの切れる音が聞こえたという石田さん。2015年にはすみれさんと共にテレビ番組で26年ぶりに元夫婦の2人が共演した際に、あなたもかわいそうだったよね、狂わされちゃった、有名ってものにありがとう、あなたからいただいた大事な大事な宝物があるから生きていけると石田さんに感謝した松原さんの器量に、テレビの前の世の旦那たちは度肝を抜かれたものです。番組で娘のすみれさんが石田さんに、パパ、ママと出会ってくれてありがとう、この世に私という存在を授けてくれてありがとうと手紙を涙ながらに読み上げると感動の渦に、離婚後はてっきりハワイで幸せに暮らしているとばかり思っていた松原さん、実はそうではなかったのです。常に精神状態は不安定だった松原さん、しかもその原因はまたしても離婚だったのです。1998年マスコミから娘を守るため娘とハワイに移住した松原さんは、驚いたことに石田さんと離婚した年、すみれさんの英語の家庭教師で8歳年下の小学校教諭のポール・バウアー氏の男の子を妊娠出産して2001年に正式に結婚。しかし今度こそ幸せな家庭を築きたいと思った松原さんとは裏腹に、次第にこの白人の夫が石田さんからの高額の養育費を当てにし始め、仕事も辞めて女癖の悪さも露呈するようになり、松原さんはついに離婚を決意。2年の話し合いの末、2009年に離婚が成立。それまで家庭内別居の状態が続いた新郎からうつ病を発症した松原さん、心療内科に行って薬を処方してもらったものの、食欲も落ち顔にシワができるほど一気に痩せてしまったそうです。二人目の夫との息子さんは、離婚後は父親と一緒にいることが多くなり、すみれさんもブレイクして多忙を極め、年に数回しか会えない一方で、石田さんと東尾理子さんには子供もできて、そこにすみれさんが混ざり団らんする姿をブログで目にしたりすると、羨ましくて寂しくて死にたいが口癖になっていたという松原さん、最近ではずっと体調も悪く閉じこもりっきりだったそうです。以前から精神安定剤を常用してワインで流し込むこともあった松原さん、10年ほど前から狩猟も増えていたとも聞きます。さらに衝撃的な情報を入手、10月8日にハワイの自宅マンションの敷地内で倒れているところを発見された松原さん、警察による検視は1ヶ月もかかったものの事件性はなかったらしく、その気になる死因は薬の過剰摂取が原因だったとか。しかし最近精神状態がさらに悪化した原因は、松原さんがすみれさんに、私なんていらない存在なんでしょ、死んだ方がいいのよと言い放ったことで大喧嘩になったのが原因なのだとか。要するに松原さんは一人の寂しさに耐えられず、すみれさんにぶちまけてしまい、そんな母親とすみれさんは大喧嘩になったのではないかというのですが、それでもすみれさんはそんな不安定な母親を放っておけず、自身の芸能界復帰を遅らせていたそうです。そしてコロナ禍に苛まれて、やっと母と娘が再会できたのが2年以上ぶりの昨年の12月のことで、当時すみれさんのお腹には第一子がいたのですが、ついに孫の顔を見ることがなかった松原さん、ハワイの義弟からその訃報を受けた時、すみれさんはどれほど辛かったことでしょう。昨年に2歳年上の実業家の男性と結婚し、今年4月に第一子を出産した
すみれさん。最近、インスタのプライベートな内容の投稿をことごとく削除したり、LINE も全く既読にすらならず、この1ヶ月ほど音信不通状態で、仕事もすべてキャンセルしているのだとか、大丈夫でしょうか？いかがでしたか？母親から自分、娘へと、波乱万丈の人生が、まさにトレースされたように感じる。松原千明さん。どこまでも人を許した分、傷ついたことも多かったんですね。どうか安らかに。合唱。